諏訪より安は、品の諏訪藩の家老。諏訪図書家、第八代。お家騒動、二の丸騒動で切腹を命じられる。通称は、諏訪大介、この節の出典、高島城内部図本丸、二の丸、三の丸図解延響元年、諏訪藩家老、諏訪図書家、第七代、大英の長男として生まれる。聖火の諏訪図書家は、初代藩主。 より水の弟よりに始まる家で、図書を通称とし、高島城二の丸に屋敷があったことから、諏訪図書家、あるいは二の丸家と呼ばれ、千二百国を治療し、代々家老を務める家柄であった。同藩内には、同じく高島城三の丸に屋敷があることから、三の丸家と呼ばれ、千二百国を治療し家老を務める血の家があり、当時の諏訪藩内は、 両家それぞれを名手とする二杯に分かれて対立していた。藩士中圧には、長男軍、次郎、次男、鶴蔵の西があった。三の丸家の地の定明は、長男軍次郎を二の丸家の諏訪頼康安は、藩士中圧の長愛する次男鶴蔵を後目にしようと、それぞれ格索して対立していた。ただし奴には、渡辺助左衛門という江戸爪のお気に入りの、川用人がいたが、 雷多持はこれに近づいて、共に、血のの追い落としを図った。助左衛門は、ただし奴に、血のの重税のせいで領民苦しんでいる。民は一気を起こしかねないほど血のを恨んでいると、進言した。ただし奴はこれを重く受け止め、血のを過労から解任して、死行を召し上げ、平門処分にした。こうして、雷多持は、主席過労となり、百五十国の恩賞を与えられた。 天明元年1月、ライタモツは後継ぎを二の丸家のオスツル像に確定させようと、ただしやつに働きかけた。千野はそれを止めるべく、江戸に出布試みたが、助け左衛門等に阻まれて、帰国を命じられた。次に、ライタモツと父ライエが、江戸出布し、ただしやつに、千野の火を訴えた。同年5月、千野は過老を罷免され、押し込めを命じられた。同年8月、 密かに国元を抜け出した、血の定明は、藩主中圧の妹婿で、幕府総社番の松平上官の屋敷に駆け込み、来保派の非道を訴え出た。上官は、老中、田沼沖ともに、これを伝え、老中会議の結果、来田持に非があるとされた。天命三年七月三日、来田持は、切腹を命じられた。父の来へとこの来や、よりも、栄老となり、 図書家は、加盟断絶となる。抜子の雷里氏は5歳の幼児であることから連座を、免れた。諏訪家のこの家督争い及び権力闘争の一連の騒動を二の丸騒動と呼ぶ。雷田持らの切腹や打ち首は、京年寺の西隣、老舎前の押し置き場で行われた。雷田持の首は、藩主の首実験後、罪人のため旦那寺の雷学寺にではなく、地蔵寺に葬られた。 処刑を取り捨てられた、雷モツの胴体は、弱い松山福寿院の僧天空がもらい受け葬った。雷モツの妻子もここに眠っている。福寿院は二の丸や初代、三作守るすはより大回帰とし、下って八代にして、雷モツを中高回帰として改脈された。雷モツは、福寿院が貧窮した時に中高に尽力している。現在は、 福寿院の墓地に祭祀と並んで葬られているが、かつては罪人ということで表立って祀ることさえできず、藩の目をはばかって、墓標の石は自然石を二つに割り、林権があれば重ねて隠す作りになっていて、下向きに伏して倒されていた。巣は百番霊城の中五番札所。本尊は釈迦三尊仏。 諏訪八十八箇所霊場、八十八番札所諏訪三十三観音霊場、十二番札所の観音堂。本尊は順太古観音。ありがとうございます。